すいません。はい、ということで、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、本日からオンラインでの稽古が始まりました。はい。はい、裏豆腐店、リーディング公演、第1回、全日本、もう帰りたい選手権の稽古1回目です。はい。はい、です。はい、演出を担当しております、浦と申します。よろしくお願いいたします。パチ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 。はい、というわけで、今回ですね、浦豆腐店が、一二のという茨城の劇団の、前島さんという方に脚本を提供いただきまして、リーディング公演をやることになりました。で、稽古の段階から、公開していこうということで、このツイッターのスペース上で、稽古の模様をお送りしていきたいと思っております。で、5月中に発表したいなって思っておりますので、ちょっといろいろ決まったら、またツイッター上でお知らせしたりとかしていきたいと思っております。はい、ということで、今回ご出演いただく3名の俳優さんに、まずは自己紹介と、とうとう喋りたいことを喋っていただきたいと思います。じゃあ、銀ちゃんからお願いします。お、はい。深川瑞穂です。銀ちゃんとお呼びください。大学4年生の21歳です。若っ。若っ。お願いします。よろしくお願いします。銀ちゃんはどうしてこんなことになってしまったんですか？どうしような。なんか、あれですね。はい、まあ、あの、北海学園の演劇研究会に所属してて、もともと。で、引退してからどうしようかなって思ったときに、はい、まあ、ちょうど浦さんと、そのアクトクロミズムの時のつながりで、お話をいろいろ聞いてるときに、はいはい、うち入る？みたいな感じで、ね。声をかけていただいて、はい、その流れで、はい、あの多分ねその LINE でやり取りしてたというふうに記憶してるんですけど、あの そんなジャニーさんみたいに受け取られていたんですね。あ、なんかそんな感じかなって感じに、うん、はい、なんか言う入っちゃいなよみたいな感じの入っちゃいなよ、はい、はいはい、なるほど。まあうちの劇団員みんなに聞いていただくと分かるんですけど、大体みんなそんな感じです。大体みんな、入っちゃうでしょっていう感じの団体だそうです。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、なんか、好きなものとかありますか？好きなものですか？はい、好きな食べ物はチョコですね。女性らしい。かわいい。いや、本当にあの、ニキビできすぎるぐらいに好きなんで。やりすぎ。いやでも本当にだから団チョコとかしたんですよ。8ヶ月間チョコ一切取らないっていう時期ありましたから、ね、団チョコ団チョコしました。団チョコ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 、ね、断食なら団チョコしました、うん、それやっぱりお肌良くなりました。嘘だろ、はい、全然だろそれは、はい、本当にあのチョコ肌に良くない、これ本当に適量って大事ですよね。あ、そうですね、はい、適量赤をとそうですね。まあそういうチョコ狂いの銀ちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パチ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 。はい、じゃあ続きましてアーリーさんお願いします。はい、三浦アリサです。アーリーって呼ばれてます。大学3年生、20歳です。はい。はい。はい。そんな感じです。あの、アーリーさんはさ、はい、どうしてこんなことになってしまったの？そんなことに、うん、豆腐店の美穂さん
と、はい、私の高校の時の顧問の先生が、はいはい、ですね、私が演劇やりたいって言ったら、あ、俺の教え子演劇やってるけど連絡取ってみるって言ってくださって、はいはい、裏豆腐店さんを知って、はい、美穂さんと会って、はい、じゃあ入るみたいな湯入っちゃうよ、1回なんか湯入っちゃうのよやって、はい、よかった、はい、はい、出せていただきました、はい、あのそうなんですよね、アーリーさんだけその入団する経緯がちょっと他の方と違って、普段は僕が面談を全部して、でなんかこういう方が入りたいっておっしゃってるんですけどみんなどうしましょうかって劇団で会議をするんですけど、アーリーさんだけうちの副代表が面談をして、わあ、あの子いいんじゃない、入れちゃおうぜみたいになって、僕は、あ、菅原さんがそうおっしゃるんでしたらもう構いませんって申しまして、上下関係、はい、もう副代表の言うことは大事なことなんで、はい、まあ、もうイエスマンで言ってるんですけど、そうなんで、で一応一緒に公演をねやってから入るか決めてねみたいな話をしてたんですけど、なんせオンラインのリーディングの録音をして作品を作るみたいな、まあ、まだ作品編集中なんですけど、の中で出てもらったんで、リアルアーリーに、全然会えずに、入っちゃうかまで行ったけど、入ってもらったけど、まだ会ってねえんだよな、俺みたいな。そう、そういう、こう、最後までアバターだと思ってたんで、CV、アーリーみたいな。で、アバターは別にいるみたいな。はい、最後まで疑ってました。この間やっと会えたんで。アーリー二次元説でしたね。二次元ですね。メタバースでしか存在。そうそうそう。で、会ったらすげえ背大きくてびっくりしたっていう。背高っと思って。はい。顔もちっちゃかった。顔が小さいから背の高さがなおさらね。そう。なんか銀ちゃん二人分ぐらいの身長だよね。いや、それはでかくないですか？そと違う。逆に私そんなに小さく思われてる。金ちゃんなんても小人みたいな。やんって。やん。そうですね。金ちゃん細くてちっちゃいんで、やっぱり小人ですよね、もうね。いや、そんな。はい。そんな小さくないですよ。まあ、っていうアーリーですね。はい。まあまあまあ。はい、あ、好きなもの、好きなものは何ですか？ラーメンです。がっつりいくね。がっつりいきますね。ラーメンしますね。わ、はい、かりました。じゃあ、ラーメン大好きアーリーさんですね。はい、よろしくお願いします。はいはい、多分伝わってないと思う。小池さん的なね。うん、伝わってなかったかな。平成には伝わらないので大丈夫。伝わらないかな。伝わらないかな。大丈夫。いや、構いません。言いたいだけなんで。はい、続きまして、花いぶきさん、お願いします。はい。はい。はい、花いぶきと申します。なぜか、浦さんだけ花いぶきさんと呼んでくださるんですが、皆さん、花ちゃんとか、花さんとか、呼んでいただいてるので、花です。はい。あ？花です。あ、うん。もう緊張してまして、私。声だけだよ、だって。そんな。声だけ、いや、そんな、はい、そうです。まあ、録音をしてるから、後で編集していい感じに流すけど、また。はい、はい、その緊張していらっしゃる花いぶきさんは、はい、どうしてこんなことになってしまったんですか、はい、どうしてこんなことになってしまったかは、はい、3年くらい前からどこかに所属して演劇をしたいって思ってうろ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 探せどもコロナっていうのがあって、はいはい、まああまりどこも劇団員募集っていうのを大々的にやっていない状態だったんですよね、うん、いろいろ探しても、ね、うん、だけど浦豆腐店さん浦豆腐店のホームページで劇団員募集中、はい、
してましたね。あったと思って、ツイッターとかいろいろ見たら、ものすごい楽しそうに、楽しそうなんですよ。稽古場のなんか動画みたいな、なんかショートムービー？ああ、はいはい。あの、なんかみたいなのが、はい、めっちゃ楽しそうで、こんな楽しいとこだったら参加したいと思って、はい、劇団のアドレスかな。そうですね、メールアドレス、はい。に、はい。うん、に、あの、入団希望ですと。はいはい、そしたら U 入っちゃいなよ。いや、そんな早くはないですよ。そんなんだったら。ちょっとはしょりすぎですよ、それは。ちょっとはしょっちゃった。はしょりましたね。それで、はい、じゃあ、アクトクロミズムという、あれ、そっちが先か。あー、まあ、まあ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 、あの、稽古見学に来て、一回、うちの芸人、ね。そうそうそう、あ、そうだ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 。稽古見学来て、で、なんか、うん、みんなと顔見知りになった後に、で、その後、アクトクロミズムっていう公演があるから、まあ、やりませんかって僕がお誘いして、はい。はい。で、それをやってみて、うちと会うようだったら、はい、あの、入ったらよろしいんじゃないでしょうかって言って、はい、で、なんかもう、小屋入り中からもう私入る気満々ですけど、みたいになって、はい、ちょっと待って。いや、なんかもう、この、そんな感じでした。決めてますけどね、みたいなことを言われて、あ、そうなんですか、じゃあ。そんなこと、そんなこと私、そんな、でかい口叩いてました。ブロック出て、岩佐ビル出て、うん、信号の前ぐらいで言われましたね。そういや、はい、駐車場の前の信号で言われ、駐車場の前の信号で。ああ、そういうまんまなんだなって。はい、まあ、そう。構わねえよ、みたいな。だから僕は、ナイブクさんには、U 入っちゃうよって言ってないです。はい、言ってないですね。入るみたいな。入るならどうぞみたいな。はい。あ、そう、はい。はい。全部言っていただいて、はい、そういう感じです。はい。です。そうですね。で、あと、花井時さんは、はい、花井時さんっていうのは、あの、花ちゃんっていう別で音響をやってもらったりする人がいるんで、うん、ちょっと僕の中で、混同してしまうので、花井時さんって。なるほど。あえて。謎だったんですよ、はい、めんどくさい時花ちゃんって言うんですけど、あの、心の中で花ちゃんって言うと花ちゃんが2人になるんで、はい、なるほど、はい、のでなるほど、豆腐店で花ちゃんって言うと複数の人間がどっちだってなるんで、なるほど、気をつけてください。だからなんか全然違う名前にしてください、はい、なんか山田とか田中とか。あ、これからじゃあ考えます。なんか横山さんとか、なんかそういう感じの、はい、あ、フラワーさんとかでもいいです。いや、なんか柔軟剤みたいなんで、ちょっとそれはボルドさんと、ボルドさんみたいな、ちょっとそれは考えさせていただきます。はい、はい、好きなものは、好きなもの、はい、そうですよね、はい、いや別に食べ物じゃなくていいですよ。なんかそういう、そう、今みんなチョコと来て、ラーメンと来て、ラーメンと来て、ここでどうしよう、ここで相撲。いや、ちょっと分かりかねますけど、いや、相撲かなって、はい、相撲よりは、はい、どうしよう、コーヒーが好きっていう普通のことを。あ、いや、いいっす、全然、はい、言います、すいません、コーヒーが好きです、ブラックコーヒーが好きです。自分でこう豆を挽いたりされるんですか？挽くまではしないんですけど、はいはい、挽いたやつを落とす、買ってきて、あの、お湯くる、はいはい、美味しくなれのやつですね。あ、そう、美味しくなれっつって、じゃ結構本格的ですね。いろ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 試して、はい、いろいろやって、はい、美味しいです、はい、じゃあ美味しくなれの花井吹さんということでね。はい、美味しくなれの花井吹です、よろしくお願いします。そこで AKB 出るところがね、なぜやっぱ AKB、 乃木坂、いや、乃木坂20? ええもう、はい、はいはい、はい、はい、というわけで、はい、この3名でお送りしていきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、でね、今日ね、初日なんでね、ちょっと台本読む前にね、少しあの、この3名の人となりを世界に発信していこうと思ってまして、はい、ちょっとこう、あの、トークテーマ的なね、
トークテーマ的なやつがありまして、最近自分の中で変わったことっていうとフリートークテーマでですね、なんか変わったことあったよとか、いや最近これ前と私違うんですよとか、新しくこんなこと始めちゃったんですよねみたいな、そんなことをね、こう世界に発信していったら、どんな俳優さんか分かってくれるんじゃないかなと思いまして、はい、なのでちょっと、はい、はい、みんなでそんな話をしていきたいと思います。はいはい、はい、じゃあ、はい、じゃあ銀ちゃん、じゃあ最近どう？最近どう？いや最近どう？最近こもることがすごい、そうですね、多くて、うん、外出の機会っていうのが、うん、まあ、なくなって、はい、ちょっとなんだろう、まあある知り合いから、はい、なんか暇なら小説でも書けばって言われて、へえ、すごい、なんかすごい。私タイピングも大好きなんで、もともとそうなんだ、なんかかっこいい、タイピング、なんかそんなかっこいいもんでもないですけど、タイピング芸人、タイピング芸人芸人なんだ、芸人なんだ、タイピングするのも好きなんで、なんかなんとなく書いてみようかなと思って、小説家になろうっていう、はいはいはい、小説自由にこう投稿できるサイトで投稿してみる、はい、すごいすごい、あれ新しく始めたことですか、ね、すごい、そう、それはなんかすごいことでも、でもただただ書いて、僕も読めますか、読めます、読んで僕なんか涙が止まりませんって LINE すればいいですかね。いや、まだ全然、連載小説の、はい、中の一部をちょんって出しただけなんで、もう、これで泣いたら、ちょっとやばいです。まだ、あれかい、男と女が入れ替わったぐらいのとこかい。あ、それ、なんか知ってたんですけど。いや、まあ、俺がお前で。うん、みたいな。お前が俺で。的な、私たち入れ替わってる的な。サムシングな、それじゃない、それじゃない、入れ替わらない。なんかそれは知ってますね。はい、知ってますね。既存のものですね。そうそう、違うかな。なるほど、オリジナルストーリーを書いて。素晴らしい。はい、書いてまだみたいなところですけど。めちゃめちゃ新しいこと始めてるじゃないですか。始めましたね。ちょっと想像してたレベルより高いのが出てきて、ちょっとびっくりしました。はい、もっとしょうもないものが出てくると思ったんで、ちょっとびっくりしました。すごいなって思っちゃいました。いや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 、もうなんか、隠し玉ちゃんと持ってて、素敵だなって思いました、今。はい、やった。小説ですね。ありがとうございます。はい。はい、アーリーさんは、はい。はい。変わっ、もう本当にしょうもないんですけど。いいですよ、そういうの好きですよ。本当にしょうもないんですけど、はい、最近寝る時間が変わって、はい、今までもうだいたい1時以降に寝てたんです。あ、はいはいはい、1時平均2時くらい、ちょっと遅いね、はいはい、うん、だったんですけど、はい、なんか学校最近始まって、うんうん、で今学期は勉強頑張るぞと思って朝から勉強しようと思って、えらーい、偉いですよね。偉い、偉い。とても偉い。偉い。そのために、はい、夜の10時半に寝るようになって。早いね。早い。夜10時半に寝て、はい、朝の7時に起きてちゃんと学校に行くっていう。サイクルに変わりました。すごい、早寝早起き。早寝早起きになりましたね、はい、やっぱり早く起きるとさ、こう、はい、いろんなことができるしさ、なんかこうなんていうの、ドヤ感出るじゃん。私、いや、そう、私夜早く寝て早く起きた、ドヤ、おはようみたいな。本当にそんな感じで。なるほどね。はい。やっぱり
たくさん寝るとさ、いろんなことはかどる。はい、あれ？いや。あれ？あの、ちょっと、やっぱ朝弱いんで。ああ、そうですね。あ、ね、あの、朝弱そうな顔をしている。どこ辺？でも、その通りです。はい、いや、あの、朝弱い系統の顔って僕の中であって。アーリーはすげえ朝弱くてすげえ機嫌悪いんだろうなっていう顔をしてたので勝手にそういうイメージでした。あ、まあでもね、遅く寝てね、早く起きるとなおのことね、しんどいからね、早く寝た方がいいですよ、はい、いいですよ、そうなんですよ。アーリーさんに LINE 送っても、あ、やべ、遅い時間にはこの人確か帰ってこねえなと思ったら本当に帰ってこないですよね。朝までこう LINE 帰ってこねえなみたいになるんで、あ、寝るの早いだなみたいないいことだなとは、あの、なんとなく察しておりました。はい、はい、とてもいい、寝てました。はい、あの、とてもいいと思うんで、今日も稽古が終わったら爆速で寝てください。そうか、そうだ、そうだ、今日一応10時ぐらいまでやる予定なので、あの、爆速で風呂入って寝てください。わかりました。すいませんけど、よろしくお願いします。はい。じゃあ、花いぶきさん。はい。最近、はい、あれしてること。あれしてることは、はい、あの、人に頼ることを、ちょっと覚えました。はい、なんか、ちょっと、年長者っぽいこと言って、何？どうしたの？いや、あの、私12月の中頃に右足怪我したじゃないですか。はいはいはい、怪我しましたね。で、あの、怪我しまして、はい、で、2月ぐらいまでずっと松葉杖の生活だったんですよね。はい、で、もう皆さんが、はい、見知らぬ人ですよ、はい。ドア開けてくださったりとか、はい、転んだらなんか、引き起こしてくれたりとか、うんうん、で会社とかでも知らない人が大丈夫、うん、大変だねって声かけてくれたりとか、はい、ドア開けてくれる、物運んでくれるっていうことをしてくださったんですよ、両手が塞がっているものだから、うん、でも私今まで結構自分がやらなきゃいけないことは自分で全部やんなきゃ、ちゃんとしなきゃ、全部やんなきゃ、ちゃんとしっかりしなきゃって思ってたのが、うん、あ、頼る、頼っていいとこは頼っていいんだな、はい、できないことはできないってちゃんと言っていいんだなっていうのをちょっと学びました。やっぱね、 あれ、あ、いや、ごめんなさい、あの、いや、やっぱね、足だとね本当に頼らざるを得ないよね、うん、そうなんですよ、 ここもできないし、まあ、あの、花井さんと一緒に、ね、歩いたこととかあるんですけど、やっぱりこう階段が大変じゃないですか、うん、そうそうそう、だからね、まあ、僕が会った時はもう松葉杖も取れていて、まあ、ゆっくりだったら歩けるっていう状態だったんですけど、うん、やっぱりそれでも階段はしんどいし、うん、歩くね、速度もやっぱりちょっとね、立ったか立ったかは歩けないのが、もうそんな怪我の直後なんてもうさ、とんでもねえ大変だったわけじゃないですか。で、しかも雪道だから松葉杖が埋まるんですよ。北海道。そう。北海道な。北海道、松葉杖埋まって、でそれ引き抜いてまた埋まってって、うんうんうん、だからドアも押し戸、押し戸とか、はい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 、なんていうんだろう、とかも開けられないし、はいはい、何もかももう手も使えない足も使えないだから、うんうんうん、でちょっと面白かったのが、あの、すれ違いざまにお仕事知らない人に何ヶ月ですかって聞かれて、はいえと思って、はい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 、でちょうど私、はい、その足手術したんですよね、はいはい、で手術するのにちょっと入院してたんですよ、はい、でそれから仕事復帰するまでの間にちょっと4キロぐらい太ったんですよ。まあまあ、何ヶ月ですかって急に聞かれて一瞬考えました。怪我かなって思いますよね。怪我のことかなって。怪我、うん、ま、いや、いないけどって思って。新しい生命はそこにいないぞと。そう。で、
いろいろ考えたせ、はい、ギブス取れるまでに3ヶ月ぐらい、あ、ギブス松葉杖取れるまで3ヶ月ぐらいって言ったら、 あ、そうなんだ、頑張ってねだと、あ、こっちで合ってたと。いや、ちょっとそれちょっとスレスレですね。スレスレ。やっぱり自分としては気にしてるからね、やっぱり寝たきりで太っちゃったから、もしかしたらそんなに私お腹ぽっこりして、そう妊婦さん感出ちゃったみたいな、妊婦さんなの、足怪我して大変ねっていう意味で何ヶ月って言われたと思った。ああ、よかったね、危なかったね、危なかった、いや危なかったっていうか、もう思われてる時点でもう危ないんですよ。いや、多分それ思ってないと思いますよ。あの、あ、そっかそっか、私が思っただけ。みんなが別に純粋に、ね、あの怪我して何ヶ月、怪我がね、思いますよ、それは、うん、ちょっと分かりかねますけど、そうですね、そうですね、だといいなと僕も思いますけど、はい、だといいな、 だから変わったことといえば、はい、最近また腹筋を始めました。あ、なるほど、はい、改めて、そう、それの、はい、それもありつつ、はい、で筋トレをちょっとずつ始めてます、はい、良いと思いますが、変わったことでしょうか。なるほど、ありがとうございます。はい、あのね、僕も喋ろうと思ったんですけど、花いぶきさんとなんか丸かぶりしたんで、やめます。あの、僕も肘の骨を骨折しまして、まあ、はい、地球に肘打ちして骨を折り、まあ結構大変だったんですけど、もう花いぶきさんということほぼ一緒なんで、うん、黙ります。失礼。取っちゃった。あの、予感はしてました、でも。取っちゃった。来るかなと思って。はい、というわけで、あの、 このような、はい、あの朗らかな人間性の3名が、あの、これより毎週水曜日稽古をしていく様子を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。